はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望乱世紀続きをプレイしていきたいと思います。ここまでですね、本願寺と、骨肉の争いというか激戦を繰り広げてきているので、今回もその続きになります。まずは本願寺の畿内での根拠地、ここを叩いておきたいと思いますので、今回はね、そこに向けて戦略を練っていきたいというふうに思います。と言ってもですね、やることは、ワンパターン化してきてはいるんですが、交渉して、その土地に根付いた勢力を確実に味方に引き入れるっていうのをね、やっていきたいので、例によって黒人水軍自社に対して金と兵糧をばらまいていきましょう。少なくとも親密状態にはしておきたいので、親密状態を維持していきましょう。で、自社勢力がね、この岩泉寺がどうなのかっていうのがちょっとね、よくわからないところにはなるんですよね。今もう本願寺と親密状態になってるんで、確かね、もう親密状態になっている場合は何もできなかったんじゃないかなと思うんで、ちょっとやめましょう、一旦交渉自体を。で、逆に忍者を使って疎遠になってんのが、この辺ちょっと忍者の勢力しっかり抱き込んでいかないとダメですね。忍者を使って本願寺と岩泉寺の間を切り裂いていきましょう。で、その上で確実にこちらの味方になってもらえるような状態を作っていくっていうのがいいかもしれないですね。忍者を暗躍させて味方になってもらうように触れて回る。その結果、本願寺と岩泉寺が親密から関係が下がれば、信長がそこに切り込むチャンスが出てきますよね。いや、油屋さんとは何、旧敵の関係にまでなってるわけ、ちょっとよろしくないね。ちょっとこの辺り全然見てなかったけど、いつの間にっていうぐらい関係が悪化してますね。で、今日もね、ちょっとしっかり商人たちを抱き込んでいかないと。さあ、一旦はこれくらいでいいかな。対立状態なのでよくはないんですが、一旦でできることは限られていますからね。じゃあ続いて売買で鉄砲を買っておきます。鉄砲はこの後必要になってくるものにはなるので、いや、でも鉄砲は本当に高いですね、こうやってみると。で、あと奉行衆もしっかり確認をしておきましょう。特にこの第一軍団の軍事面での訓練は入れておきたいからな。つねちゃんにはじゃあ商業をやってもらって、最後計略だね。計略も残り1枠あるんで、秀吉に豊、いやー、豊だったら森の方が豊丸ついてるんで、森さんにじゃあ豊をやってもらいましょう。これでしばらくちょっと軍勢の数が整うまでは待ちましょうか。本願寺の摂津、
一個でも城を取れれば、そこを拠点に一気に本願寺攻略の道が開けてくるんですけど、今だとね、さっき見ていただいた通り、本願寺と岩泉寺がすごく仲が良くと思っていたら本願寺が攻めてくるんだよね。ここ山城の国衆も敵側につくか。いや、ここは援軍の要請が必要だな。いくら信長のいる京とはいえ、援軍の要請はしましょう。ここは近江から兵を借りるとして、どうかな。訓練度を考慮するよりは、ここは兵の多い順に単純に上から選んでいきましょう。いや、本願寺本当に強いからな。比叡山はこちらに味方してくれるというわけだな。ここは一旦もう任せちゃって、確実に防衛はできるでしょう、戦力的には。で、この返す刀でしっかり本願寺の城を一つ取りに行きます。ここはまた金をせびりに来たな。いや、家康は本当に城を治めるのにかなり苦労している様子が見て取れますね。さん、これは細野、長野家の家臣か。まあ、能力的には、まあ、本当に盆栽という感じですけどね。ここまで来るとどん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 その人材は勢力が大きくなってきた分、集まりやすい状態にはなってきてるのかな。ただこれぞっていう人材がね、ちょっと出てこないと。さあ、浦上さんに関しては有効度100まで上げた上で、その達成の三陣要求を無視された経緯があるからな。ちょっと次回もまた同じ裏切りに遭うんじゃないかっていう、まあ、心配はありますが、ありますが、やれることはやっておきましょう。国衆に関してはね、攻め込まれた時に敵対されても困るので、ある程度の距離感は、まあいい意味で維持しなきゃいけないので、疎遠対立、いや微妙だな。この辺りたまにやっておかないとね。特にその国境にある黒人衆たちは敵からも味方になってって言われてるだろうし、自分たちが何もしないとどん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 関係が悪化していく嫌いがありますね。なので、まあここはね、我慢して金と兵糧をばらまいていきましょう。で、ちょっとここまでおろそかにしていた忍者衆ですよね。忍者衆もちょっと疎遠はどこにも具合が悪いので、せめて
疎遠状態を解消していきたいですね。まあ疎遠イコール敵対するっていうことにはならないとは思うんですけど、友好とか親密にある勢力からの依頼事項は当然こちらの意向を無視して実行に移してくると思うので、さあでは一度摂津に出陣していきましょう。ようやくというところですけどね。出陣元はもちろん今日から摂津へで、出陣はちょっと兵の数が足りてないのかなーっていう感じはするものの、ちょっとここはもう時間をかけててもしょうがないので、まあ大敗するっていう可能性もあるんですけどね。で、京都軍はもちろん要請、ここは播磨から浦上家に出陣要請をしていきましょう。ここ確認しましょうね。浦上は共に本願寺を攻めるというふうに言ってますよね。本当に出兵してくれるかどうかだなとは。これ前回もね、この状態で裏切りにあって摂津攻めで大敗を喫しましたからね、信長軍が。いや、やっぱり無視したよ裏紙め。これちょっと裏紙次討伐だな、本当に。こんだけ騙し討ち食らうとなると、じゃあ参戦勢力確認しておきましょう。まずは浦上家に裏切られたので、信長軍の方は摂津の国衆と水軍、本願寺の方は岩泉寺がついているという状態ですね。まずは城を1個確保したいなというところかな。勝家がやっぱりちょっと危ないね。勝家を一旦下げましょう。ここまで一進一退か。半兵衛の軍勢、勝家の軍勢がちょっと危ない感じですね。
ここはチャンスが到来した感じはあるので、一気に城を落としにかかろう。さあ兵の士気がちょっと厳しくなってきてるね。早く城を落とさないと。しょうがない、一旦兵を引くか。こうなってしまうと一度休ませざるを得ないかな。いや気合が打てる。あれ、気合はどうなった？気合は、信長の気合は決まってない。いやー気合決まんなかったか、残念。気合は入った感じはしたんですけどね。一旦兵を国衆の砦まで引かせましょう。あとは国衆が城を削ってくれればなおよしですね。じゃあここで士気の回復を一旦待ちましょう。んで、砦の方は半分は削れてないかなっていうぐらいかな。もう一押しできればという思いはあるんですが、なかなかそうはいかないか。じゃあ信長を除く軍勢は一度また出陣させましょう。とはいえあれだな、信長も含めて一旦全員出陣させた方が早いかな。で信長だけ待機。じゃあ我々も最後の一手にかけましょう。で信長だけは待機、砦で待機。
いや豪雨だな本当に。これはよし、そしたら一旦兵を休めて総攻撃をかけよう。さあ、では我々も出陣していきましょう。士気はほぼ全員十分に回復しているので、ここで本当にね砦を取れれば大きいですね。砦というか、まあ城か。もう多分あまり時間はないと思うので、ただ敵の抵抗を排除していれば、この飯盛山だけを落とすっていうことであればそこまで苦戦はしないかなと思うので、ただもう気合が打てないってのがちょっと痛いよな。まず信長は一旦待機させましょう。これ信長がまた撤退とかになると面倒くさいことになるんで。で勝家も待機。いや信長に関してはもう一旦引かせる。これ信長がやられるとそれで全てが終わりになっちゃうんで。うわー、やられたー。恐れてたパターンだわー。左近はとりあえず味方に引き入れたいけど、これでも左近の能力統率42ってなんでこんなに低いんでしょうね。この時
だいぶ削ったかなって感じはするけどね、本願寺勢力も。まあ、戦い方は悪くなかったかなと思うんですけど、それだけにちょっと残念でしたね、最後の敗れ方は。やっぱりあれだな、あの岩泉寺ですね、岩泉寺をなんとか味方に引き入れましょう。で、よく分かったのは、浦上家は本当に当てにならない、信用しちゃいけないねっていうのがよく分かりました。あれだって浦上家がしっかり味方してくれていれば勝てたんじゃないかなとすら思えますよね。いやー残念だったな、本当に残念。まずは忍者勢力に対して疎遠か。これやっぱ疎遠をちょっとね解消しないことには始まらないよな。しっかり戦力を一度整える必要がありそうですね。だいぶさっきのでダメージが出てると思うので、まあ、信長の戦力がね1000まで少なくても回復しないことにはちょっと戦っていてもきついのかなっていう感じはしちゃいましたね。まさか最後の最後信長があそこまで簡単にやられるとは思わなかったからな。警戒していたのにその警戒がちょっと甘かったですね。で、京にはたびたび本願寺勢が攻め込んできていて邪魔くさいので、しっかりここは味方してもらえるように国衆を口説いておきましょう。あとは人事異動として何人か移動させておきましょう。半蔵は過剰だな。結局戦闘力の高い武将は最優先で過剰して、ちょっとでも戦闘に貢献してもらいたい。そういう意図なのでみんな遠慮しないで受け取ってほしいですね、この辺りの俸禄に関しては。いやー苦戦するな本願寺攻めは。いやなんとかやっぱり本願寺
潰しておきたいよな、さすがにこの摂津は。まあ連戦をするっていう余力はないはずなんですが、一応ちょっとどんだけ出陣できるか見ておく。信長はじめ200か。200じゃちょっと話にならないよな。まあせめてやっぱり1000、それに近い数は欲しいので我慢しましょう。ちなみに第二軍団の方はどうなってるかっていうのを確認しとく。いや、摂津にね、一つでも拠点を持ってると一気に攻略が進められるのかなぁと思うだけにちょっと残念なんですよね。まあ凶作になったとはいえ、こんだけの国を持ってるんで、一つの国がどっかで凶作になっても他の国でカバーできるっていうのは、他国支配をしている場合は大きいですよね。ハチヤ黒ホロの一人か。まあ統率48、っていう感じですね。まあ、ここは針金で鉄砲を買っておきましょう。大筒とかも欲しいですけど、今その余裕がまだないので。ちょっと人材の移動だけさせて、第二軍団と第一軍団による波状攻撃を仕掛けて本願寺を疲弊させましょう。もちろん味方にも損害が出て、場合によっては武将を失ったりすることもあり得るんですが、武将の数がだいぶ豊富になってきているので、武将を失う怖さよりも今は攻撃に重点を置きましょう。なので第二軍団に関してはこの後攻略目標を変えていきます。ズバリ本願寺。早速攻め入ったか。負けるよね。
浦上が勢力を一つ伸ばしたな。浦上はこちらに味方すると言いつつ全く味方をしなかったからな。朝廷の意向には逆らえませんからね。ひねのか、ここは統率65、まあ政治以外は平均以上という、能力ですね。中村和氏で治水工事か、ちょっと正直不安はありますが問題ないでしょう。では出陣していきます。再びですね、本願寺に波状攻撃を仕掛けるという意味では予定通りですが、ちょっと時間が長くなりすぎましたかね、ですのでちょっと次回、じゃあその本願寺攻め行っていきたいと思いますので、今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。